食レポスです。ということで最終回やってまいりましょうか。激しく激しくとことん激しく。もうここまでうっぷん溜まってね、もうしょぼいぶってくてくってくってくやってきた分ね、こいつで激しくやってまいりましょうよということで、はーいね。ということでね、前回、G4 ですね、実質のラスボスを倒したところなんですけれども、まあなんだろうね。最後逃げる、これってでもぶっちゃけイベント戦的なところだよね。まあなんか初めてというか、無限ハンドガンとかを使った時なんかはね、ちょっと弾数が足りなさすぎて、ね、画面左側に注目、画面左側、あ、いいねいいね、そのアップいいよいいよいいよ、プル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 してるよ。でもこれはでもね、あのカッチカチのおっぱいだからね、実質的にはね多分、無理だと思うんだよね。多分震えてる振りだと思います。ということでゲッチュ、あれ一撃じゃなかったっけ、あれメタモが出てきたタイミングからダメージ受けるじゃなかった、あですよねですよね。これ一個不思議なのがさ、こう侵食していくじゃないですか、 G5 さんがさ、グイ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 って、なぜかわかんないけど、あの電車まで腐食していくっていうね、こう謎の現象が起こるんだよ。例えばエブリンとかだったらさ、腐食させていくのはカビの勢いでいけたりとかするけど、うん、G までそんな能力があるなっていうのがね、まあ、結構不思議ちゃうんですよね。まあまあそんなのはいいとして、これがすぐにさ、その電車の連結部分の外し方を知っているっていうのがさ、これレオン21歳でしょ、まあすごいよね。あ、ご褒美タイム、新手の AICL、 弟が ICL したんだよね。なんか45万くらいかかったとかって言ってて、で僕の場合弟よりも視力が低く、あの悪くって、で視力が悪いとなんかどん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 その ICL の金額も上がってるから、多分ブルーホースは55万くらいするんじゃねえのとかって言われてね、55万かと思って、まあ、ボーナスが200万くらい出たらね、ちょっと ICL 考えようかなって思うけど、30から ICL したとしたらどうなんだろう、いるのかな、 いるのかなというか老眼とかさ、そのあたり、レーシックとかはやっぱり経年劣化で、まあ、だんだん視力が衰えていくっていうのあるらしくって、まあ実際に僕の会社の上司の人なんかはレーシックしたけど、まあ15年くらい経っても全然問題ないって言ってて、まあ未だに 1.0 くらいあるとかって言うけど、先輩なんかは10年くらい経ってレーシックした結果 0.4 くらいまで落ちたって言ってたからね。だからレーシックってちょっと微妙だなと思って、まあ安いけどね ICL とかに比べると。まあでも眼内コンタクトレンズである ICL と、これなんでこんな説明苦笑なんだ、はい。まあということでね、あの無事に終わることができたんで、まあ次回からは、まあ、RE3 をねやっていこうかなというふうに思ってますんで、多分明日からは、多分てか、まあ、明日も実はもうあのパート1パート2くらいまで押し込んであるんで、明日明後日で、まあ、流れていくかなって思うんですけど、こいつなんでさ中指立てた、ねえ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 、多分あれだよね、俺のサイズはこのくらいだぜみたいな、どうだお腹に埋もれてこのくらいのサイズしか俺にはないんだぜ、そんなアピールされてもって、まあ、でも結局ね、あの女性からするとね、長さよりもね硬さと太さらしいからね、あとなんかあの仮が仮が大きい人だよね、あのいわゆる亀と頭と書いて亀頭さんっていう ねそこが大きいとなんか引くときに気持ちいいとかっていうのがあるらしいね、何の話だ、っていうのがあるらしいので、まあ、あの小さいなっていうことをコンプレックスに思われてる男性の方ね、うん、全然問題ないよ、太さじゃない硬さを持続できるようにチンを鍛えておくっていうのが大事だと思うんでね、はい。ということでね、最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。なんとかね、まあ無限武器使ってたからなんとかっていう言葉を言うのもおかしいかなと思うんですけど、最初パートね迎えることができました。いつもねご覧いただきましてどうもありがとうございます。でまあ今ね朝一とかと、まあ、この夜の時間帯とでね、まあ、それぞれ心理学の部分と、まあ、それからゲーム実況とかって、心理学の部分に関しては焼き直しをしてるんでね。で、まあ、こうちょっと本格的にコーチングの方の話っていうのも、まあ、ちょっと YouTube を使ってね、まあ、お客様とかにもぜひね、どんどん来ていただきたいなっていうふうに思って、またちょっと別チャンネルを立ち上げることで、まあ、実際にコーチングのね、ノウハウをこう、発信をしながら、皆
さんの人生のね、あのお役立ちになれるようなねことをやっていきたいなというふうに思ったりしてるんで、まあ、ぜひねあのそちらのチャンネル登録の方もまたあの作ったらねしていただけたらと思います。まあ目指すは1月1日っていう、まあ、2023年の1月1日でも霧のいいところからね始められたらななんていうふうに思ってますんで、まあ、そこまでちょっと粛々と、ね、準備をしていこうというふうに思います。なぜならあの準備をしとかないと、まあ、僕もねあのこのゲーム実況だけじゃなくて、まあ、そのコーチングもやるってなって、でまあってね、お金と時間がめちゃくちゃかかっている中 でしかもあの12月末で退職して1月1日から、ね、新しい会社に、ね、あの入るっていうことでまた覚えることとかっていうのがたくさんあるわけなんですわ。たくさんある状況の中でね、まあ、いろいろなことに手を出してね、で、まあ、あの子供と遊んだりとかね、あの奥さんと2人の時間をしっぽりと過ごしたりとか、まあ、それからなんだっけ、いやそう、筋トレもやったりとかってね、まあ、いろいろやらなきゃいけないことっていうのがね、まあ、やりたいことなんだけど、まあ、ある中でねこうやってあの一つ一つの時間を取って実況を取ったりとかっていうのもね、だからあの時々突っ込まれるんですよ。と、まあ、友達とかがもね、もう僕の実況とか見てね、あの人のこれは面白かったよとかって言ってくれるんだけど、すごい嬉しいんだけど、一方でね、やっぱりね、1回あたりの時間がやっぱり他のゲーム実況者さんとかと比べるとすげえ短いみたいなこと言われたりするの、確かにいいと思って。それはね、あの例えばライブとかやってたら 3時間とかさ、音じゃさんとかやったりしてるしさ、最近だとあのキヨさん、僕結構サヨレのメンバーの人たちが好きなんだけど、富士山とかだったら30、40分とかくらいだし、なんだけど、マッキーさんなんかね、1時間、1時間半とかって出したりするんだけど、これね、冷静に考えると、そういうもう何百万人とか、何十万人、何百万人とかの実況者さんを見るんだったら、そんな苦痛じゃないんだけど、なんか得体の知れないね、あの、大して登録者人数もいない、もう800人くらいしかいないような人たちの動画をね、そんな1時間も2時間も見るかって言ったら、まあ、残念ながらね、そこまでね、見られるっていうことが、まあ、ないわけなんですよね。ということを考えると、まあ、短い動画で、あ、大体こいつの実況ってこんなスタイルなんだなっていうことを見てこう慣れていただいて、で、まあ、徐々にね、あの時間を伸ばしていくっていうのがあればいいかなと思うんで、だからまあ1000人を超えたタイミングで、なんか1000人を超えると結構その検索ヒットが出やすかったりとか、おすすめの動画に出やすくなるみたいなことを聞いたんで、まあ、それでね、あの視聴回数が伸びてきたなっていうふうに思ったら、まあ、そのタイミングくらいからね、ちょっとずつ。1本あたりの動画の時間も伸ばせたらなというふうに思うんですけど、まあ、いかんせんまだね子供が小さいんでね、1歳半とか子供がいる中で実況すんなよっていう感じかもしれないけど、まあ、あの子供がねあのゆっくりと寝ているところでね、あの隣の部屋とはギャ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 親父が騒いでたらね、またふぎゃ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 泣かせちゃうことになっちゃうんでね、まあ、そこら辺も自重しなきゃななんていうふうに思ってますから、そういうことを加味すると、まあ、あのまあ20分から、まあ、平均アベレージ30分くらいの動画っていうのが、まあ、撮れる環境を作れたらいいかなというふうに思いますね。まあ、少なくとも15分以上やっぱ撮ってね、あの1本あたりでもうちょっとね、あの先まで行けるような環境を整えていきたいななんていうふうに思ったりはするんでね、まあ、あのそういった動画がね、あの今後も撮れるような環境を頑張って作っていきたいと思いますので、ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンとチャンネル登録ボタンとグッドボタンとチャンネル登録ボタンとグッドボタンをね、押して応援していただけると嬉しいです。大切なことなので3回言ってみました。はい。ねえ。まあ、ちなみに、皆さんが好きなバイオシリーズはどれですかね？最近ね、スイッチで、あのほら、ちょっと1ヶ月くらい前にハロウィンの企画あったじゃないですか、バイオハザードで。いろんな作品が安く買えるみたいなんで。で、バイオ5がね、900円くらいで買えたから、スイッチで買って、で、弟が、まあ、弟とね、一番ね、あのコーププレイでねバイオハザード5をやって、まあ、その次に6くらいでノーホープで絶望しましたっていうね、そんな感じの実況じゃねえ、そんな感じで、あの学生の頃とか遊んでたりしたんですけど、まあ、なんかねやっぱバイオ5が一番やってたからスイッチでお互い買ってね、でね面白いのがさ、これまで画面を共有してさ、あの右とじゃあ上と下で画面分割やってたのがさ、それぞれが1画面ずつやるからさ、視野がすんごい広いの。だから今まで見たことないような世界とかね、あ、こんなオブジェクトあったんだみたいな、こう新しい気づきとかがあってね、だからもう一回プレイして、なんか何周もしてクリアしてるし、あの1からの装備だったとしてもまあまあ粛々とねクリアすることはできてるんだけど、まあなんかねこう新しい発見があったりとか、それからあと、まあ、ちょっとねスイッチのコントローラーってこう PS3 で当時やってたんですけど、あの右側のボタン、あの丸三角四角×スイッチだと ABYX だけどのコントローラーのそのボタンの位置と、それからあの下にあるその右スティックの位置がスイッチの場合だと真下にあるのよね。で、PS3 だと左下の方にあるから、あの触らないで済むんだけど、こうスイッチの場合だとその手の何て言うんだろうな、この親指の付け根のあたりとかにそのコントローラーがの
がある、コントローラーじゃない、あの右スティックがあるから、それに当たっちゃってね、なんかあらの画面の方向を向いて急に走り始めるとか、そんなとこ見てないよみたいなとこ見ちゃったりとかっていうので、ね、結構操作が難しいっていうので、なんか謎のハンデを背負ってやるっていうのが結構面白かったりするんですよね。うん、そんなもあるから、こう今までチャプター3の1とかチャプター3の2とかの、あの原住民族が出てくるところとかで一切苦労したことがなかったのに、もうなんかあのチャプター3の1の最後のあのさあのなんだっけ、ターザンが2体出てくるところなんかっていうのでね、なんかものすごいこう苦労させられたっていうね、あそこ多分 5,6 回死んでんのかな、うん、そんなこともあったりとかしたんでね、はい、まあ、苦労はしたけど、まあまあまあ順調にね、まあちょっと弟とね、僕とかね、あの休みの日のねちょっと過ごし方っていうのがなかなか合わないっていうところがあるんで、今何分まで行ったのか、チャプター5の1のあのカニちゃんを撃破したところで今終わっちゃってるんでね、あの次がウロボロス向こうのだったかなが出てくるところのパートなんで、まあ、楽しみではありますよね。はい、まあ、ちゅうわけでね、なんとか、最後まで、クリアすることができました。使ってない武器がね右下の方にあるのはなんかこう忍びないでゴンスけれども ね、あでも3時間は一応切ってたんだね。はい、ということでね、本日の動画も最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。どうしよっかな、バイオ2なぁ、まあ RE3 を明日明後日でやるよみたいなこと言っちゃったんで、いや本当はねボーナスステージでもやるのが、あのエキストラステージでもやるのが面白いのかなとかって思ったりしたんですけど、まあだらだらなんか単発動画出してもしょうがないかなと思いますんでね、まあストーリー性のある動画をどんどん出していこうかなというふうに思っております。ということでね、本日の動画最後までご視聴どうもありがとうございました。ぜひねチャンネル登録ボタン、グッドボタン押してね、今後もまた実況見たいよっていうことでねコメントいただけると嬉しいでゴンス。では次回パートお会いしましょう。ではお疲れ様でした。さよなら、バイバイ。